私はイラン・テヘラン出身のナイマです。日本の大学で日本語を学んでます。誰？は？今日の朝後ろに乗せてた女誰って聞いてんだけど。あれ、彼女と喧嘩した後だったの。それってレズビアンってことですか？私がいつも好きになる人が女の人ってだけ。ナイマはいいね。絶対的に信じれるものがあって。それが私の生き方ですから。私たちとじゃ世界が違うってこと。私たち一緒にしないで。名前は？ないですね。なんでつけないの？名前つけちゃうと可愛くなって離れるとき寂しくなるでしょう。どういう関係か説明してもらえる？私たちは友達です。この世界で K を見つけ出すことがどれだけ大変なことか、お前には絶対分かんない。私今なら K の気持ちが分かる気がする。